どうも、寺楽です。今日もミンゴルやっていきましょう。はい、では今時刻は4時50分ぐらいですね。昨日と大体同じ時間から始めてると。ゴールドリーグ、ちょっと待って、ゴールドリーグ維持とかじゃないよね、入ってるよね。リーグ残留、やべ、残留しちゃったよ、失敗した。長い目で見ていきましょう。やっちまったな。なんかちょっと仕事がなぁ。まあいいや。では、このスタイルでちょっとみんなでゴルフ行きましょうか。トレークローゼット。あんまり深く考えなくてもうまくいくでしょう。で、ボールはこれ。ブーストは、22.6 なんですけど、どうしようかな、ブースト上げるか。ヘッドホンつけるか。羽はどうしようかな、羽は外すか。腕時計にヘッドホン、ヘッド頬、まあこれぐらいかな、やるとして。頭はどうしようかな。頭も外すか。いや、このまま行こう。じゃあ、ラントナやっていきましょう。4アンダーを目指すと。超パでよかったかな。超パ全然ダメだね。全然ダメだね。超パ全然ダメじゃん。いける？次何を打つかですね。角度はまあ悪くなし。こう。下で、低反発で、ぴったりだったかな。OK！ まあまあでしょう。今悲しいシーンを見てしまった。いける？うわー。いたします。さあ、やっていきましょう。場所はいいよね、ここで。普通に、横かな。OK。4アンダーを目指して。1、2、で低反発でぴったりでいい。ここは変わらない。うわー
はい、何もなしていない。一人でゴルフやるか。よーし。これカフでいっか。よーし。よーし。レイホーレイホー。え、あれ一発しかない。レイホー一発しかない。そっか、チャンスでいっか。霊峰霊峰か。2打目だね。問題はちょうちゃん。マジか。いいショットだな。がそりゃそうだ、入るんだからな。これが入っても負け。いいもの見させてもらったよ。おい。どう？悪くない。ただ負け。そら勝てんわ。そんな勝つか。勝つわけねえだ。よーし。音楽変えましょう。ドバイにしましょう。ドバイに。レホ？この辺レホじゃないね。チャンス打って霊峰か。どう？もう勝ちは勝ちだな。ほぼ勝ちだけど、右位置かな。ちょっと場所は、
まあ右1でいいや。んで、霊峰。んで、結構強めなんだな。オッケー。ああ、そのまま打てばよかったか。3.3m。コントロールの関係があるんだよな、多分。どう？オッケー。よし。では、みんなでゴルフやりましょう。41位の人がいるってことは1位にはなれませんな、これは。はいっと。んでこうして、ほい、1位の人に、1位にはなれないから、まあ全然気を使う必要はない。あー足りてない、くそ負けたか。まあ飛ばせてはいないですね。ぴったりだな、もう入れてこうぜ。低反発風若干あるけど、あってもこれぐらいか。ぴったり。オッケー。よし。いける？うん。よし、1発進だね。これは。1発進。ニアピン、ニアピンはもらったでしょ。うん。ニアピンプラスジャストショットはもらったはず。あ、でも1発進無理か。どうかな。とりあえず1位になる可能性はある。ベストドライブだけ、うっそ。ベストニアピンで負けてる。あ、ダメだ、もうこれ。もう勝てんわ。まあトータルで勝てなくても一瞬でも抜こうと思ったんですけど、無理でしたね。で、ここは、祝砲。で、この辺で手前ですね。で、弱め。これかなり弱い。OK。いける？狙い通りに落ちると。OK、OK、OK。いいよ、いいよ、いいよ。狙い通り、狙い通り。うん。ベスト。そして、いわくつきの場所な、これ。もう、ここはね、低反発。で、風。風あるね。少しあるんだっけ。気持ち調整しようか。気持ち、こんなんでいいか。もう気持ちはこんなんでいいや。で、あとは打つだけでいい。低反発だから。ぴったりしたいけど、ちょっとやめにしとくか。これで、行こう。OK!さあ、頼む。なんでそこ行き過ぎなんだよな。
不満だなぁ、もう。こんなんか。これでまた4話なしだな。どう？足りてない。とりあえず3をもらおう。3アンダー。なあ、弱めか。弱めだったか。いや、風か。風があったんだよな。風を考えないのよ。風を考えてないとダメだったんだ。7メーター、もう少し弱めに打つ。だね。はい、じゃあやっていきましょう。最後ですね。霊砲霊砲、それはまあいいか。場合によってだから、これは強めに打ってよし。強めに打っていいやつ。オッケー。あ、ずれるね。よし。あー、もうちょい強めに打つべきだったか。よし。これは負けか。3位かな。3位フィニッシュぽいっすね。はい、ベストインパクトのみと。あ、でも一応勝ちましたね。よかったよかった。2位にはなりました。4アンダーは取れてませんと。はい、では商品の方を受け取っていきたいと思います。挑戦権が手に入ったからやりますか。ランクマッチやっていきましょう。直高でジャクポ。よ
雨じゃなければなんとかなる。よし、場所はそこか。なるほど。いや、あくまでも勝ちに徹する。ここだよね。ここでよくて下で、でチャンスで弱めかな。風かなり吹いてる。かなり吹いてるね。こんな感じかな。オッケー。うわマジかー。あーギリギリなんとかなった。ミスショットだな。よし、風は強かったな。1個、で0-4でもう1個右で、いや、いいか。いや、これでいいや。で、ぴったりじゃダメ。こんぐらいかな。打つか。OK。よし。足りてない。やばい。負けそう。もうちょい強めだった。いけるか。これはわからないよね。どう。ここ外すでしょ。ここまず外すでしょ。これは。ここ外す。もうこれ入れるしかないのか。でもほぼ外、大丈夫だよね。ほぼ大丈夫。こんな感じだよね。3.8。全力でいいか。いや、このぐらい。絶対入る。よし。勝った。くそ。はい。何がもらえるでしょうか。コイン200。受け取る。で、一旦イベント商品を受け取りましょう。挑戦権が3だ。もう一回いけますね。ランクマ、よし、もう一戦行こう。あっ、死んだ。死んだわ。ノーザン、そうですね、もうダメですね。極寒はないか。極寒はないというだけ。そしたら強めに打ちたいんだけど、多分ダメなんだよな。これ下か上だよね。下か上。これぐらいかな。強いか。これ雪の影響が分かんないんだよね。これぐらいかな。これぐらいで打つか。いける？よし。よかった。0-4。ぴったりはいけないはず。手前で落ちる。いけるか。うわ。よし。
でもまあなんとか勝てそうですね。いけるか、勝ったでしょう。よし、いやー、普通に打てば入る、普通に打てば入る。 OK。 よかったよかった。お、クジャクチケットもらいました、プレゼントボックス行く必要もない。一回戻って、イベント報酬をもらう。はい、それで、一括受け取りで、ボックス見ますか。アイテムボックス、何かあるかもしれない、能力ボールボックス。ぐらいですね。クジャクチケットが1枚と。よし、オッケー。ガチャ、クジャクガチャやっていきましょう。 8% ですから引けるでしょう。はい、ただもないんだよな。なんかある、これ、いけますね。引いていきましょう、ついでに。全好き。そろそろカンストしそう。チケットが4枚だから、ここはやりませんと。カジュアルコレクションを見ていきましょう。4セット目確定。おすすめウェア、ピアフィールド超得意、パンターノ超得意、岩前の心得、イベピーブースト。ラントナ最大3倍、ラントナ最大3倍、イベピーブースト。期間限定か。イベントポイント獲得量 200% アップ。まあこれをつけないと勝てませんよと。4回、12万あればいけるか。目玉一覧、おすすめウェア、靴、イベピーがプラ5だけか。パンターのピアフィールドはプラ2。で、帽子か。なるほどね。靴と帽子を揃えるだけでもいいちゃいい。まあいらない。ということで、トレーニング、能力ボール生成。で、5にできるので、
5を作りましょう。そしてどんな感じになってる。ああ、下かな。そしたら、ああ下じゃないな、横か。どうしようかな、上にしますか。外すで、5をつけると。よし。うん、はい。ではプロツアー行きましょう。ツアーでゴルフ。今日も頑張りましょう。誰にしようかな。初戦の対戦相手の方、今5時20分ですね。朝の5時20分。うん。みなちゃん JC、 へのこびんびんさん2015。2015か。パー5。うん、原が、あ、なるほど。原がか。どうしようかな、チャンスで持つか。なんとかなる、なんとかなるかな。36ヤード。よし、行くぞ。うおーい。どっちが近いか。どっちかっていうとどうだろうね、先に打ちたいのかな。ナイスショットだ。いける？いや、後に打ちたいな。だからいいのか。相手が何を打つか。長ちゃんでつける感じか。長ちゃんでつける感じか。サイスか。どうだろう。まあなんとかなるかな。ナイスショットだ。うん。2.2 か。236を決めるのはどうなんだろうなと思うんですけど、決まるのかな。決まらない。しゃあない。実力で黙らせるしかない。はい、
しゃあないな、これは。よし。ちょっとダメだったね。ちょっとダメだった。イーグルチャンスだ。自分を信じろ。うん。ああ、ただそうだったわ。これまずいな。まあ、負けるかもしんない。うん。よし。イーグルだ。己に勝ったな。赤は出ないよな、多分。どうどうどう、赤出る。出ない。ナビいらん。1メーターですよね。うん。オッケー。よっと。やったー。はい。お、いいね。うん。じゃあ次の対戦やっていきましょう。誰にしようかな。パッドがね、ネックですよね。霊砲2発撃てるようにしてあるので、まあしょうがないですけど、うん、うん。次の対戦相手の方、ルイルイさん。あーあー、そうですね、対戦してる方ですね。2652か。どちらが先に打つかっていうのだけが大事。パリスロ風向き。ああ、なるほど。さあ行きましょう。そっかよ、もう。ああもう嫌だ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 、もうここでいい。ここ打つか、まあさらに後ろにしとけばいいか。この辺にしとくか。うん、自分のところから打ったりはしないでしょう。だからまあ、うん、相手では始めます。あー、なるほど。どう、直接狙う376ですよね。パターンある、それ。入るのかな。入ってないんだよな。ただ入る可能性はある。ナイスショットです。ちょっと結末を見ましょう。結末を。おー、やるね。1.3 4300。うん、武士道でいいのか。2打で決めて、武士道で勝てると思う。どうどう、霊砲打つか。多分大丈夫でしょう。なんか変な戦いやってるなーって思う。はい、よし。はい、なんだろうこの戦いは。
これ勝ちですよね。うん。ナイスショット。よし。一打目で狙った方が良かったのかというのもありますけど、まあまあ。よっと。普通に。イーグルチャンスです。頑張って。よし。すごい。イーグルです。なんかそうですね。まあお互い全力を出したということで、今日も頑張りましょう。まあちょっとリベンジマッチしますか。誰にしようかな。次の対戦相手の方、最後かな。うん。なんか今までいないケースでしたね、今のは。タカさん、2556。レッツゴー。ちょっと時間も時間なんで、これで勝っても負けても終わりにしたいと思います。ファラが、またファラが、しかも自分最初。あ、でもさっき勝ったね。じゃあいいや。チャンスつのは良くないか、チャンス良くないか。まあでもこの辺に打っちゃいましょう。いける？いいですね。あ、なんとかなるかな。どうでしょう。ならないか。さあ、角度がなんか嫌な感じ。351。これ大丈夫？届く？届いた。いいですね。なんか変なところにいるんだよな今。坂、ちょうちゃんの ナイス押しとくか。1.5。じゃあ行きましょう。おお。外しても、ま、勝っても負けてもこれで終わりと。これが最後。大丈夫か？大丈夫じゃないかも。よし。大丈夫じゃなかった。まあいいや。リタイアします。ということで、お呼びですか？終了。これね、全然アバターで雰囲気が変わるんだよな。これすごいっすよね。身長同じなんだけど高く見えたりとか。ここまでご視聴、長々ご視聴ありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。